よし、皆さん、ザ・グッズ・ザ・ナイトです。本当には昨日はちょっとびっくりしたんですけど、そのギリギリ2日前にそのエルカンのレプリカのスペクタディアのレビューが作ってたのに、サブスクライブの人は大体500名未満だったけど、いきなり朝に起きた後は500名ちょっとアップだったのに、嬉しいね。ちょっとサブスクライブの人アップになると素晴らしいですね。でもそれからいきなり携帯はブブ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 ブ確認すると、何が合ってるのと、なんとか登録サブスクライブの人がよくアップになってたので、確かに YouTube がちょっとカウンターがおかしいになったんじゃない？なんか面白いけど、それはなんでかな、このことが当てるのは全然わからなかった。でも何でもかんでも続けてる、アップに上がってると、確かにいい感じでも何か間違えてるんじゃないと。それコメントに、ビデオのコメントを確認するとは、いろいろの日本語の、コメントがいっぱい入ってたのに、はじめまして、なんとかなんとか、Twitter って、Twitter に何のことにやってるの？携帯に直接確認すると、友達の、友達の元若兵隊のライアンさんも、なんとかポストにタグしたのに、グッズじゃないとね、と。だから、一回、Twitter に押して、Twitter いつも携帯から、と、ポストには、キラノフ、あと、2-1、サババフェデリファンズ、その、なんとか、キャットシットワンのおさぎさんだね。と、もう、写真がすぐに見たと、何があったと、なんとか、チャンネルのおすすめ、元海兵隊の、外人の面白い日本語を入れてるとは、びっくりした。それで、面白いけど、とすごく見るの人が多いと、超びっくりした。それから続けてるのを上がってると、ゆっくりアップとアップと、素晴らしいですね。面白かった。もう確かに大体びっくりしたですよね。いっぱいの人はコメントも多いさと、おすすめとチャンネルも登録いっぱいと、まあ日本語もっともっとペラペラならなくちゃ。でも本当にびっくりしたと、大体ありがとうございます。ビデオはそんなに好きなら、確かにもっともっと日本語のビデオを作らないといけないですね。でも本当に超びっくりしたと。まだ初めてからまだ頭にはぐるぐる確認していると、マジか、現実か。まあまだ今でもよく信じられないけど、でも本当にありがとうの感じるが出てるから、本当に面白い。それでもともと日本語ペラペラになると、もともといっぱいの日本語のビデオを作らないといけないから、それがもっといっぱいのやりたいの感じです。まあでも大体本当にありがとうございます。今日もからすごく頑張っています。じゃあ、まあ握手がちょっとパソコンで難しいけど、ありがとうございます。本当にありがとうさ。面白いね。まあでもできればみんなにもっともっと一緒にサバゲーしたいと、騒げできるの時もともと、まあ技も教えたいので、どうでするのか、ゲームにはできるけど、騒げと現実ちょっと違う。でも両方できるのこともいろいろあるので、それも教えたいと。どんなぐらい連中もなんとか質問とお願いあれば教えてください、コメントに。じゃあ、とりあえずすごく面白いの感じるが出てるが、もう楽しいの感じる。
大体ありがとうございます。もうビデオちょっと長すぎる。日本語より英語がよくペラペラけど、使いたいの言葉が英語で簡単にすぐに出るけど、日本語にはもうちょっと難しいから、本当に 100% 言いたいのことはだいたい 70%、80% だけにできるので、じゃあもっと一生懸命勉強してます。じゃあ皆さん本当にありがとうございます。今度のビデオもっといっぱいの日本語のバージョン作りましょう。じゃあ皆さんお元気で、お疲れ様です。